カジミエシュ二世スプラビエドリビはポ、ポーランド大公。ポーランド大公ボレスワフ三世と二度目の日、サロメフォンベルクシェルリンゲンの抜止。ブワニスワフ二世のイボ帝、ボレスワフ四世、ミエシュコ三世、ヘンリクの同母体。正義公とも呼ばれている。マオポルスカピアストケノソ。父は、死去にあたって、遺言状により、 ポーランド王国の領土を多くの子供たちに分割相続させていた。このため、ポーランドは分裂状態となり、ポーランド王はクラックフとその周辺を領するだけの一諸公に過ぎなくなってしまった。カジミエシュ二世は1177年、貴族の指示を得て、兄でクラックフ領主でもあったビエルコポルスカ公、ミエシュコ三世を追放し、ポーランド大公として即位した。 その後は、王権強化のためにウクライナなどへの進出も行ったが、ミエシュコ三世に短期観光くらいを奪われ、国内では貴族による反乱が起こるなど、王権は常に不安定であった。1194年に死去、息子のレシェク一世が後を継いだ。1163年頃、モラビアのズノイモ公、コンラート二世の娘ヘレナと結婚、7人の子を設けた。 マリア1178年に、キエフ大公フセボロド4世と結婚カジミエシュ、ボレスワフオドガーデレード3ドミエシュの聖ヤコブ修道院長レシク1世、コンラト1世。ありがとうございます。